ケプラー11ビットは地球から白鳥座の方向に約2000光年離れた位置にある太陽系外惑星である。NASA が運用しているケプラー宇宙望遠鏡により発見された。その質量は地球の約1.8倍で密度は 1.72g ラム毎立方センチメートルと小さく地球にはあまり似ていない。 構成ケプラー11はこの惑星を含むと6つの惑星を持ち、それらの中でもケプラー11ビットは最も恒星に近いため最も熱された惑星である。さらに他の5つの惑星はケプラー11ビットと同時に発見されており、初めて3つ以上のトランジット惑星が見つかった惑星系でもある。これら6つの惑星は2月3日に発見された。 ケプラー11ビットは、ケプラー 11K の他の5個の惑星と同時に、ケプラー宇宙望遠鏡によって発見され、2011年2月2日に、発見の成果が論文で公表され、2011年2月3日に、NASA が発見を公表した。ケプラー11ビットという名前は、ケプラー 11K の惑星が、同時に6個発見され、後転軌道が、内側の惑星から、B、 C、D と名付けられたが、これが最も内側を交転していたため B の符号が与えられた。ケプラー11ビットの名が与えられるまでは、構成がケプラーの観測対象であったため、ケプラーの観測対象天体を表す恋という名前が用いられることもったため、ス -157B またはス -157.06 という名前もあった。 このケプラーとは NASA が運用している宇宙望遠鏡で太陽系外地球型惑星をトランジットにより発見することを試みている。このトランジットは恒星の等級のわずかな変動によって観測され、その後の再調査によって惑星の存在への審議が裏付けられている。再調査はスピッツァー宇宙望遠鏡などの宇宙望遠鏡のほか 地球上のテキサス州、アリゾナ州、カナリア諸島、ハワイ、カリフォルニアなどの望遠鏡でも行われ、ケプラー11ビットの存在を確認した。特筆すべき点として、ケプラー11ビットとケプラー 11C の間では、軌道共鳴が起こっていることが確認されている。ケプラー11惑星系は、トランジット惑星が複数見つかった中で2番目に発見された。 惑星系であるが、最初に見つかった、ケプラー級惑星系のトランジット惑星が2つなので、トランジット惑星が3つ以上見つかった、惑星系として、記録を塗り替えた。また、この惑星系はほとんど軌道傾斜角が、どの惑星もほぼ同じで、平らな惑星系である。ケプラー11系と、水星、金星の軌道ケプラー11ビットは、 ケプラー11系の惑星の中で最も内側を光転する惑星である。軌道長半径は1360万キロメートルと太陽と水星間の距離の約4分の1しかない。すぐ外側を光転するケプラー11シートの光転軌道の差は224万キロメートルしかない。光転周期は約10日と7時間17分。 軌道離心率は0.045でありほぼ0であるため、円軌道に近い軌道で降転している。ケプラー11シート、軌道共鳴をしている可能性があり、その比率は4、5である。軌道傾斜角は89.6度であり、ケプラー11の見かけの中央に近い部分を通る惑星である。恒星の見かけの中心に近ければ、 それだけ構成面の長い距離を通過することになるが、高点速度が速いため、ケプラー 11K の惑星の中では、通過時間が最も短く、ケプラー11の手前を4.02プラスマイナス0.08時間で通過する。2010年8月13日の3個の惑星の同時通過時のそれぞれの惑星の位置。ケプラー 11K は時々複数の惑星が、 同時に通過を起こすことがある。2010年8月13日16時48分には、ケプラー11ビット、ケプラー 11D、ケプラー 11E による3個の惑星の同時通過が起こった。ケプラー11ビットはいずれも地球と比べて半径が1.8倍、質量が1.9倍と推定されている。ケプラー11惑星系の中では、 半径も質量もどちらも最も小さい。ケプラー11ビットがケプラー11の手前を通過すると、ケプラー11は死等級で0.31プラスマイナス0.01暗くなる。この値はケプラー11系の惑星の中で最も小さい。半径はトランジット法の観測により、ほぼ正確に求まっており、2011年の論文では、 地球の4.3プラス2.22.0倍であると報告されたが2013年の論文では1.9倍に修正されている2011年の論文における質量の大きな差はケプラー11ビットとケプラー 11c が互いの重力で光転周期を狂わせていることによる直接的なデータの質の問題であるまた その後の2014年の論文でも質量が地球の約4倍だとする論文と約2倍だとする論文がある。仮に地球の約4倍の質量であるならば平均密度は 3.1g 毎立方センチメートルである。これは50%が水でできた岩石惑星と同じくらいの密度であり月とほぼ同じである。また、 ケプラー 11K の惑星の中で最も高密度である。しかし、ケプラー11ビットは月よりかなり大きな天体なので、そのまま地球型惑星として単純に当てはめることはできず、かなり地球とは相当異なった素性で構成されていると考えられている。しかし、それにもかかわらず、ケプラー11ビットは軽い元素の水素ではなく、 ヘリウム以上の重い元素で構成されていると考えられている。これらを総合すると、ケプラー11ビットは、鉄が著しく少ない、ほぼ純粋な計算仕様で構成されていると考えられている。水はおそらく、天の星型惑星に見られる、氷の状態であると考えられている。また、水素とヘリウムでできた大気を持っていると考えられている。 ケプラー11ビットは、ケプラー11から極めて近いため、表面温度は、摂氏627度と推定される、極めて高温の惑星である。この高温のため、ケプラー11ビットはかつて水素を豊富に含んだ、大気を持つ惑星であったが、ケプラー11からの強い放射に長年さらされ、水素の大部分が逃げてしまったと推定されている。なお、 ケプラー 11c は、ほぼ似たような運命をたどっていると考えられている。恒星ケプラー11は、白鳥座にある恒星で、質量は0.961太陽質量、半径は1.065太陽半径であり、質量と半径ともに太陽とよく似た恒星である。金属量もほぼ0であり、これも太陽に似ている。金属量は惑星を発見する上では、 指標となり、金属量が高いとその構成から惑星が見つかる、可能性が高くなる。これは、金属量が高ければ、金属の量は増すため巨大ガス惑星の形成が、早まることや、質量の大きさから惑星が、構成の方へ移動することが原因となり、検出率が高まるからである。この構成は、ケプラー11ビットのほか C、D、E、F、G を持つ。 ケプラー 11g を除いた5惑星は、水星の軌道より内側を公転している。ケプラー11自体は死闘級が、軽バンドで12.180であり、肉眼では到底見えない。ありがとうございます。